ホーネットを無事に連れ戻せなかったのは残念だって言ったことがあったけど、まさかこうして再び二人で一緒に海を駆けることができるなんて。これからの旅で目にする風景は、指揮官、あなたと一緒に見届けよう。泳ぐのにいい感じ。うん、多分このプールにやってきた子はみんなそう思う。指揮官が母校の隠れスポーツマンと聞いた。お手並みを拝見したいものだ。義足を身につけている時と違って泳ぐときはできれば体を伸ばしたいね。ある意味リラックスしている。ホーネットか？プールより海辺の方が好きなようだ。砂浜に行けば会えるかも。苦手だって言ったのに。ダメだって。新しい任務か？手伝おうか？任務が完了した。報酬の研修を忘れないで。指揮官への手紙。うん。机の上に置いておけばいい？ヒューストン、待って。ああ、いきなり飛び込まないでって何回も注意したのに。委託が完了した。母校に戻ってきた仲間たちを出迎えに行こう。一度休憩してからもう何往復か。あ、指揮官も水泳のトレーニングをやりに。泳ぐのにいい感じ。うん、多分このプールにやってきた子はみんなそう思う。潜水艦の子たち、プールの底で遊ぶのが好きなようだ。おもちゃの魚雷を持ち込んだりして、羨ましいけど、ちょっと心配。指揮官が母校の隠れスポーツマンと聞いた。お手並みを拝見したいものだ。義足を身につけている時と違って、泳ぐときはできれば体を伸ばしたいね。ある意味リラックスしている。ホーネットか？プールより海辺の方が好きなようだ。砂浜に行けば会えるかも。苦手だって言ったのに。ダメだって。
新しい任務か？手伝おうか？任務が完了した。報酬の研修を忘れないで。指揮官への手紙。うん。机の上に置いておけばいい？ヒューストン、待って。ああ、いきなり飛び込まないでって何回も注意したのに。本当は私たち気が合わないのかもね。あまりおしゃべりじゃなかった私だけど、少しは変わった気がする。話題作りは大変だけど。指揮官、今日はそのお仕事は大丈夫か？別に監督しているわけではなく、挨拶のつもりだったけど、話題作りに失敗したのかな。わざわざ話題を選ばなくてもいいから、落ち着いて喋ればいいか？わかった、やってみる。ごめん、私、なぜか指揮官の顔を見ると、すぐに緊張しちゃって。少し付き合ってほしい？それも何もする必要もなく、ただいるだけでいいって。それなら話題について無理に気を使わなくても済むと。わかった、そばに一緒にいてあげるよ、指揮官の気が済むまで。委託が完了した。母校に戻ってきた仲間たちを出迎えに行こう。新兵装のテストもやってみるか？考えすぎないよ。行くぞ！戦果を手にして無事に帰還することよりいいことはないよ。ごめん、こんなはずじゃなかったのに。見えた、そこ。楽観的な状況じゃないな。指揮官から話を切り出してくれて本当に助かった。でないと私の性格じゃいつまでかかるかわからないからね。これからはノーモア鈍感同盟として一緒に頑張っていこうか。